今から合宿に向けてのパッキングをしていきたいと思います。はい、で僕は大抵こうやって圧縮袋に入れてこうやって分けておくと楽ですよね。で、これが靴下です。たくさん入っている。この袋は母が買ってきてくれました。で、これで閉めます。 OK、 こんな感じで閉まりました。次はこっち側ですね。ん？これですか？ちょっと調子乗って買ってみました。絶対つけないですね。一応持ってくけど、持ってくけどつけないと思うからここでつけときます。なんか恥ずかしいな、大公開すぎて。で、これ僕がいつも持ち歩いてるケースなんですけど、この中にボディシートが入って、僕が練習終わりにこれ使った時にメンバーがいい匂いって言って近寄ってきてくれたんですよ。なんでこれは合宿でも大量に使ってみんなホイホイさせたいなって思います。皆さんもメンバーが近寄ってくる方法はこれです。で、僕これ持ってきたいなと思って持ってきたんですけど、チェキです。なんか合宿でちょっと思い出作りたいなって、この期間今しかないので撮ったチェキなんかどっかで皆さんにお見せできたらいいなって思うんで、いい写真期待しててください。頑張って撮ります。割と少ないかもしれないです。僕はタジとかキャリーケース2個あったから